はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はね、これです。じゃん、クラウンモデルのね、エアーリボルバーシリーズの M29 です。まあスミス&ウェッソンの44マグナムということになってます。こいつでね、遊ぶんじゃなくてこいつの秘宝になりますっていうね最近黒猫さん秘宝続きだねみたいな感じですけど、まあやっていこう。外箱はこれね、この外箱のタイプ、まあちょっと前のタイプなんだけど、これが18歳以上用の、エアリボルバーなんだよね。スプリングが強いやつで、このお品物は当チャンネルのリスナー様の神戸陽太さんから提供していただいたお品物になりますね。いつもコメントくださってありがとうございますというところなんですけどこれね、で神尾田さんからいろいろもらったなと思って、でこれちょっとなんか久しぶりに遊ぼうと思って、18金のねエアリボルバー、なかなかコッキングがきついんで、片手でコッキングするのすげー大変なんでね、で音も派手だしね、でもちょっといじって遊ぼうかななんて思ってたら、ちょっと予期せぬことが起こったのでね、動画にしていこうかなというところです、具体的に何が起こったのというと、初速が全然出ないと、初速が全然出なくなっちゃった。いつの間にか、これ 0.2g の BB 弾入れてあります。18金なんでね、でコッキングはめちゃくちゃ硬いんですけど、まあ18金だからさ、それでもさ、エアリボルバーの18金ってそんな速度、初速出なかったと思うんだけど、それでもねちょっと測って行こうかなと思うんで、付き合ってください測っていきますよ。 0.2g の BB 弾でね、今これこいつ電源入れて立ててありますんでね、打っていきますけど、とにかくね、コッキングが硬いで打ちます。えいほら 13.87mps、 これやばくないですか、こうどうなんていう、コッキングがめちゃくちゃ重いのにほら、お、今回いいよ、 22.54mps。 これさ、よしと、右手なら なる、まあコッキングできるね、打っていくと、ほら 12.52 とか、結構まずくないですか。でカートリッジのせいかなと思って、こう6発打ってみるんだけど、ほら 12.09 とね、これちょっとまずいよねっていう、ほら 12.81 で、これ6発目だけどさ、じゃあ打つよ、えっ、ほら 23.39 っていうねあのおよそ18金らしからぬ初速が出る。これなんだろうね、原因、このノズルも前に出るし、どうなんだろうなと思って、カートリッジも割れたりしてないし、パッキンも柔軟性ちゃんとあるんで、ってなってる次第であります何が原因かわからないけど、とりあえずバラしてみようかなね、分解しようです。サクッとバラしました。でね、バラしたらね、なんとなく分かったよ、あのこのチューブあるじゃない、でこのノズルとね、これもうポロッとノズルも飛び出しちゃったけど、チューブがねちゃんとくっついてなかったんだね。いや、もともとはちゃんとくっついてたんだろうけど、これ接着されてる部分でさ、ほら接着剤の跡あるじゃない、これがもう取れちゃって、接着剤がパキパキになっちゃってね、こういう状態だったので気密が取れてなかったんだなという結論に至りました。なんでここ、このチューブとここをこうやってね、はめた状態で接着してやれば元に戻るはずですというところです。まあこれ、まああれだよね、経年劣化というか、時の流れとともにこうなっちゃうもんだと思います。接着剤のこう跡ありますもんね。なんでとりあえずエポキシ系の接着剤がいいんじゃねえかなと思います。瞬間接着剤とか無理だと思うんで、バスボンドとかでもいいけど圧力に耐えられないと思うんでね、あの硬化した後でも柔らかい接着剤だとちょっと厳しいと思うんで、エポキシ系の接着剤、でこれ、このこう止めた状態で周りギュッと
接着しちゃってどうなるかやってみようと思います。そんな感じです。僕はこういうエポキシ接着剤大量に入ってるやつ使ってますけど、これですね、止めました。きっちり止まってると思います。もう引っ張っても抜けません。これでね、まあ機密は取れるんだろうと、組み直して打ってみましょう。とりあえず組み直しましたね。 0.2g の BB 弾入れてあります。じゃあまた初速測っていきますかね。打っていきます。コッキングはめちゃくちゃ重いですが打っていこう。えいっ、おいいよ、ほら 46.7 こんなだったっけ、18金のエアリボルバーって。まあまあこんなだったよね。だってさっき20いかなかったもんね。えいっ、おいいじゃないですか、 46.89mps、 安定してますよ。こんなもんか。これちょっと測れなかったらもう一回測ってみよう。よしと、ほら 45.08mps。 なるほど、悪くないね。はい、 44.79mps。 よしと、ほい、おいいね、 47.12mps。はい、こんな感じで無事に治りました、ね。ここの中のノズルねの接着が取れてたと、まあ経年でね劣化して、外れてたという症状でした。うん、いやちゃんと治ってよかったよ。うん、ちゃんとマズルからエア出ますしね。このノズルね案外外れたりしやすいんで、シリンダ側も外れたりしやすいです。ちゃんと接着してやればまた使えるようになります。この手のトラブルはそんなに難しくないんでね、直すの。なんでパイプが外れたという場合はこんな感じで直ると思います。初速測って10いくつってなった時にね、わーと思って、神畑さんから提供してもらったエアリボルバーいつの間にかぶっ壊れちゃったと思ってちょっと心配しちゃったんですけど、単純なメンテナンスで治ったというところですね。シリンダー割れてたとかそうなっちゃうとね、もうクラウンに部品注文するしかなくなっちゃうんで、でクラウンはね部品安く提供してくれますんで、ね、中身壊れたっつったら部品取り寄せるといいと思います。本当良心的なんで、まあそんな感じです。はい、ということでね、今日の動画はこれでおしまいです。また別な動画で会いましょう。うつべーし、うつべーし、うつべーし。やっぱりリボルバーはかっこいいです。